はい、今回はね、アロンライトをキシャンティで使っていきたいと思います。ってことで、とりあえず使っていこうか。で、しっかり、アンチワープと飛行で、電流封じ、生成封じで、刑事渾身。ってことで、地雷を拾えない、まず。その時点でも、ちょっと、このステージ、結構致命傷っちゃ致命傷なんで、まあね、このやっぱ、最適アビスと比べてどうかっていうところを見ていきたいんですけど、まあ、結論が言えば絶対揺らぐことはないんですけど、アビスの最適が。どんだけ牙城崩せるかなって感じではあるけど、で、しっかり。うわぁ、ちょっと無理か。アビスはちょっと化け物的に強いもんね。これはしょうがないよなぁ。うん、ここのために作られたような性能なんでね。ただこのスピードアップとかでサポートしてくれるんでね、アロンライトの渾身使った時とかも、あ、やべ、ケースでした。ってなっても、しっかりスピードアップでサポートしてくれるんで、まあまあ、相性はいいような気がするけどな。で、しっかり削って、火力がね、違うのは分かってるんで、ザコにはね、キラー乗ってくるんでね、アロンライトも。でも、地雷拾ってやりながら、まあ、キャラいない人とかはね、一体入れても全然大丈夫と思う。かな。基本はゲージ外していく方が間違いはない。まあでも、火力出したいときは渾身入れてって感じだよね。火力がバカなんやね、ちょっとアビスの。3万8000円。同じぐらいこうね、あれ食わしても、ちょっと火力が違いすぎるな、さすがに。シンプルに。やっつけた。やっつけたけど、蘇らんのか。おお、すごいすごい。じゃあどうしよう。ってなるよね。先倒した方がいい。うん、先倒していこうか。これちょっと新しいパターンなんでちょっとわからん。死ぬことはないや。はい。ゲージしっかり外して。まあ、こいつにもキラー乗ってくるなんですけど、あんまり関係はないけど、どうせやれるんで。はい、で、ボス戦ね。うん、いい感じ。もうアビスがとにかく強いね。これ、それだけは本当に揺るがない。で、どうしようかな。適当に。適当に打ってもスピアでなんとかしちゃうんだよな、これ。ゲージ外して、とりあえず、ザコ処理もしつつ。でも、さあ。ぶっ放すか、アビストリエ。あ、敵に行き過ぎたかな、これ。いや、ここはバカないね、これ。はい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 、十分。で、あとアロンライトでしっかり。うわ。全然ブロック乗ってた。やば。危ね。ミスったね、今のは。今のは真剣にミスった。でも倒しそうだよね、アビスは。強すぎるよな、やっぱ。ちょっとここでこれ以上の最適は出せんよね。で、ここもしっかり、一片方ずつ倒していこうかな。ザコ処理終わってからやね。あと、アビス。はまれんでもいいけど。はまれんでもいいけど、倒してほしかったな。次でしっかり倒していこう。で、はまってしっかり倒して。次のアービス。どうしようかな。地雷も取りたいよね。地雷取ってやって、とりあえず。普通のルートもこれ結構削るもんね、アビスだったら。
そっち入れる？難しくない？難しいよね、その。更新で。更新でも全然ダメ。ハマるのがちょっときついな。ここはね、もうなんかそう、ハビスク、普通にカンカンする方が強いよね。ねらすげえか。しっかりと、雑魚処理潰したいな。ある程度。スピードアップ拾っていけばいいけどな。スピードアップ拾って、ちょっと組だけでもやっつけて、しまって、とりあえず、雑魚処理をまず優先して、やりたいとこ。うん。これでいいんじゃない？で、渾身使いながら、しっかりと、雑魚処理。これでもやっぱね、アビスとの相性いいよね。スピードアップしながらやれるんで。雑魚処理。雑魚処理に使っても、雑魚処理というか、普通に処理に、ね、使いまくっても全然問題ないから。うん。そして、どうだ。この配置あんま良くないな。この配置入れてみる。入れれば面白いけど。あ、強い、渾身。渾身出たらすごい強いな。いやー、でも、ね、相性すごいいいと思うな。でも、まあ、アビスの最適は揺るがないって感じで。こんな感じで。